ほれ見ろ、俺の言った通りじゃねえか。こんなところに人間や遺産が落ちてるわけねえんだよ。さっきまで水に沈んでたところを探す意味がわからん。俺はもうとっとと上に行くぜ。ちょっとお父さん。水が引くときに海に流されたんじゃなければいいけど、もしそうならさすがに無事じゃ済まない。一体何年ぶりかしら。まさかもう一度ここへ降りてこられる日が来るなんて、本当に夢を見てるみたいだわ。
どういうことだ。ケビンもイサンもどこにも見当たらないと。まさか、あいつが昨夜のうちに盗み取ってしまったんじゃないだろうな。私はちょうど15年前に旦那様と共にここへ参りましたから、水に沈む以前の館の様子は存じません。その点では皆様と同様です。ここに用はないな。
ケビンさんの部屋にあった館の見取り図、あれ見たんやろ。そうか、丸印がつけられているのは。そや、この部屋や。おい、工藤。どうした？この床の一部分だけ他と違うんや。他の部分は苔が生えてるのに、ここだけ削れたようになってる。ああ、15年はさすがに長すぎたようやな。どないしたん？なんも起こらへんやん。あれら、おかしいな。ケビンさんの部屋で見つけた館の見取り図、バツ印が調べ終わった部屋で、丸印は宝の在りかを示すもんだとばかり思ってたんだが、どうやらそう簡単な話じゃなかったみてえだな。そや、いっぺん噴水のとこまで戻ってみようか。今のでなんか変わってるかもしれへんで。ほんまに？ほんまやて。なあ、コナン君。ここに用はないな。他の場所に行ってみよう。この部屋にもいない。まさかとは思うけど、いや、こんなこと子供に話すべきじゃないか。僕は別の部屋を探してくるから、君はランさんや毛利探偵のところへ行って、離れたらダメだよ。どうやら当てが外れたみたいね。